ちょっと暗いんですけどもご容赦ください。天気が悪いんでね、今日もグッズの紹介をしていきます。まず一つ目、何からいこうかな。この T シャツからいきましょうか。ファイヤーバードの T シャツでございます。ちょっと光ってて分かりにくいですかね。袋出してご覧いただきましょう。サイズが XL でございまして、ファイヤーバードのね柄がこういう風に出ています。ファイヤーバード、ちょっと暗くてすいませんね。こんな柄です。あ、ちょっと出ないかな。ファイヤーバードが真ん中にズバッとね描かれている T シャツですね。で、次がナイトライダーの T シャツです。でナイトライダーの T シャツはサイズが同じく、あ、2XL ですね。こういう風な感じでナイトライダーというロゴにキットが中央に描かれている非常に分かりやすい、T シャツになりますね。これ2つ目と。で、3つ目なんですけども、これはすごくシンプルですね。こういう風にね、ナイトのスキャナーがここに出ている分です。ちょっと分かりにくいですかね。スキャナーがぼーっとあって光ってるとこですね。うん。で、ちっちゃくナイトライダーって書いてます。ちょっとすいません。天気が悪くてすいません。で、これ、ナンバープレートのところに、こう、スポッとはめるね、穴も開いてます。こうやってプレートのファイヤーバード。で、1979年のスチールですね。これ。これがね、ファイヤーバードの方ですね。とてもかっこいい。これ、ジミーさんの車ですね。で、これも、私がね、ガレージをやるときに使おうかと思ってる板です。で、こちらが、ポンティアックオーナーの駐車スペースですよってことを表す板ですね。こういうのもありますと。で、最後に、ちょっと大きめのやつなんで、車内では広げられないんですけども、すいません。これ旗ですね。どうかな、できるかな。こういうふうなポンティアックのマークがあって、ロゴがこういうふうにね、ポンティアックというふうにある、これ旗ですね。で、マークがこういう風にあります。このマークってのは多分、アメリカインディアンのポンティアックっていう、州長さんかなんかのね、マークだったのかなと思いますけども、まあ、今回もね、いろんなグッズをこう紹介させてもらいました。このね、無理やりこの狭い車内でね、紹介するのにちょっと無理があるのかなと思いますけども、またね、天気がいい日に外でいろいろとね、グッズをバーッと並べていきたいと思います。それでは本日は以上です。すいません、暗い中ご覧いただきましてありがとうございました。コーナーでナイト2000の充電シーンですね、このチャージャーで 100% になっているところを確認します。あのバッテリーはやっぱりねしっかりと確保しておきたいんで、こういう風にこまめに充電しております。やっぱり、ね、スキャナーってのが結構ねあのバッテリー食うんですよね。これがスキャナーのオンオフボタンでございます。この辺についてるわけなんですよね。でこれを押すとスキャナーが停止すると、これいろんなパターンが実はあるんですよね。で電源を入れるんですけども、まあご覧のようにですね今消えてる状態です。で電源入れる前にキーを刺さないといけないんですけども、このキーがねもうほんと手探る状態で、下からこういう風にかいくぐってですね、インパネの奥部にこうはめていくことになります。ここにですねハザードもついてるんですけども、まだ使ったことありません。でグッと差し込んでね回すんですけども、これがまたね独特の回し方があるんで、もう今ではすっかり慣れたんですけども、最初は恐る恐るでしたね。今エンジン吹かしながらかけてるところです。あ、かかりましたね。かかるとこうやってスキャナーが再度チェックインします。でパワーボタンを押すと全体的なライトが光ってね、ナイト2000が目を覚ますわけなんですけども、押してみましょうか。パワーボタンオン。そうするとねテレビドラマみたいにパカッパカッとこう起動していくという形になります。この瞬間がやっぱたまんないですね。何回やっても楽しいです。ここ温度計がついてるんですよね。今16度ってなってますけども、これが100度を超えるとちょっとね、気をつけてくださいって形でございます。で上の方にもねオーバーヘッドコンソールとか言って、これがねマイケルナイト気分ですよね。こういったところ、それで、ロケットランチャーがついてたりとか、オキシゲ弁当があったりとかしてね、こういうところでも私を助けてくれる、ドライバーを助けてくれるってことになってます。でバックミラー映ってたりとかしますけどもね、また別の機会に解説しようかと思います。本日はありがとうございました。